警察によりますときのう午後9時ごろ名張市倉持町のパチンコ店で会社員の男性がパチンコをしていたところズボンの後ろのポケットに入れていた財布を男に盗まれました被害に気づいた男性が駐車場まで追いかけると男は男性を突き飛ばし刃物のようなものを向けて仲間を呼ぶぞと脅しそのまま車で逃走しました財布には現金およそ6万円が入っていて 男性は右手に軽い怪我をしましまた。男は20代くらいの茶髪で灰色の乗用車で逃走したということで警察は強盗致傷事件として行方を追っています。